連日多くの参拝者が訪れる琴平宮、こちらに歴史的に大きな意味を持つ御朱印が登場しました。琴平町の琴平宮で授与される御遷部限定の御朱印、隣町善通寺市の総本山善通寺と共同で作りました。お寺と神社のコラボというのがすごいなと思いました。総本山善通寺の方にも行ってみたいなと思います。善通寺でも共同の御朱印が御遷部限定で授与されています。神社同士でコラボレーションしたのは過去に数度ございましたが、お寺である善通寺さんと神社であるコンピラさん、琴平宮が手を取り合ってしたコラボレーションというのは史上初でございます。大事な引き合わせたのかなというような思いも出しておりますし、これを契機としましてね、また新たな方の活動ができるんじゃないかなと。先月31日、双方のトップが一緒に会見を開き、共同の御朱印をきっかけに、さまざまな事業で連携する方針を示しました。こんぴらさんとして親しまれ、全国から参拝者が訪れる琴平宮。一方、弘法大師空海の誕生地とされ、真言宗の一派の総本山である善通寺も、四国霊場の特別な場所です。信仰の二大聖地は6キロほどの近い距離にありますが、明治以降の宗教政策もあり、神社と寺として一定の距離感を保ってきました。それを縮めたのが新型コロナです。コロナが回復しているこの時期にですね、この二大信仰の聖地である二所がですね、広域観光の観点から結びつきを強めて、でお互いがお互いまたその共生というか、そういったものがこう盛り上がるような形になればいいのと、やはりそのコロナでだいぶ皆様苦しまれた方々にとっても安らぎの地であるような形になりたい。実は二大聖地の結びつきは江戸時代には自然なことでした。大阪から船に乗って丸亀港に行って、でそこからこんぴら参詣をするっていうことが旅人の間で入り始めました。行きか帰りかに善通寺に寄って、人によっては一泊して、参詣をするっていうようなことをしていたようです。面的に広がるような形で名所化していたのかなとは思います。江戸時代の旅に詳しい専門家は連携に期待を寄せています。近代になって鉄道ができたことによって旅人が街道を通らなくなるじゃないですか。こんぴらさんとか善通寺とかも直接そこに行ってしまうようになって、今の時代にそこの2社がこう一緒にやりましょうっていう風になって、昔のようなちょっと面的な広がりを持った賑わいが創出されるといいのかなとは思います。令和の新たな連携によって古の街道のにぎわいが戻ろうとしています。